奈良市春日野町にある鹿苑。今年も可愛い子鹿が公開されました。奈良公園にはメス鹿がおよそ700頭いて、毎年5月中旬から7月頃まで赤ちゃん鹿が誕生するシーズンを迎えます。鹿苑では毎年4月から妊娠しているお母さん鹿を保護し、赤ちゃんジカがお母さんジカと一緒に行動できるようになる7月中旬までの期間に、特別イベントとして子ジカを公開しています。鹿苑ではどうしてお母さんジカを保護しているのでしょうか。奈良の鹿愛護会の方にお話を伺いました。お母さんジカっていうのは運は産んでから後もですね、非常に神経が細やかっていうんですか、自分の赤ちゃんを守るために非常に神経質になっておりますので、観光客の非常に多い場所でもし赤ちゃんが生まれたら大変なことになります。自然の残っている場所は残しておいて、観光のメインストリートのやつは鹿苑の方に保護収容していると、そういうことです。子鹿を公開している鹿苑では、可愛い鹿たちを見るだけでなく、鹿のことを詳しく知ることができます。お母さんとの触れ合っている姿をぜひお出かけいただいて見ていただきたいと思います。赤ちゃんジカは6月30日まで鹿苑で公開しています。公開時間や会場までのアクセスはご覧の通りです。可愛い子ジカたちをぜひご覧ください。奈良市内を颯爽と走るクラシックカー。これはイギリスの会社が実施する日本縦断ツアー、その名もサムライチャレンジです。参加者はイギリスを中心としたヨーロッパの人たち。愛車を日本に持ち込み、福岡から北海道までおよそ3週間かけて走破します。奈良にやってきたクラシックカーは、排気量が 7000cc を超える車など51台。102人が奈良市に宿泊しました。ツアーの参加者は、奈良市内で日本剣道型や王蔵院流槍術を見学。奈良が持つ日本武術の奥深さと歴史文化を感じていました。奈良公園も行きましたし、お寺も素晴らしかったです。特に大仏が見たかったのでとても良かったです。奈良は素晴らしい街です。良い印象が残りました。奈良町がとても素敵だったわ。小さなお店が並んでいる街並みも良かったし、そこにいる人たちを見ても素晴らしい印象でした。日本で一番素敵なのは日本人だと思います。普段日本ではあまり見ることがないクラシックカー、次なる目的地に向けて奈良を後にしました。